じゃあ俺、え、ここ禁書エリア？禁書？そうなの？こんなにオープンに置いてあるのに。ある18エリア？なんでそんなゾーンとかカーテンとかないじゃん。どうしよう、全部読む時間ないからさ、みんなのおすすめだけ1冊か2冊読んで、今日はここまでに配信終わろうかなと思うんですけど、アンジュかスコヤおすすめ？アンジュさん長い？やばい、いや、うますぎて読めるけどやばい。え？51ページ。目次がある。夢。第1章、第2章、第3章、7章まであって、夏、朝、唇、トモ、花、侍、違う、これは松。これ俺朗読していい？朗読しない方がいいやつ。夏、ジュ、アンジュ。目を開けると夏の暑い日差しが私の顔に降り注ぐ。いつの間にか私は眠っていたのか。アンジュ、おはよう。よく眠れた？見上げるとリゼがいた。長い髪が私の頬をくすぐる。アンジュ、話してるうちに寝ちゃったんだよ。こんなところで寝てたら熱中症になっちゃうよ。頭の後ろにぬくもりを感じる。もしかしてこれは膝枕？これは俺朗読しない方がいいやつ。どうじゃ、ちょっと顔が赤くなってきて、ちょっと耳が熱くなってきた。頬が熱くなるのを感じる。俺の顔のが熱い。朝ごはんの準備が美味しい。にっこりと笑いながら、私の頬についている米粒を親指ですくって自らの口へ運ぶ。少し頬が熱くなるのを、これさ、一生ごとにさ、ちょっとずつちょっとずつ頬が熱くなってるんでしょうけど、これを図連続で読み進めていくともう俺の顔真っ赤っかですよ。どうしよう、熱下がったばっかなのに。このセリフ知ってる。どうしてだろう、俺このセリフを知ってる。本当に来た世界線の話だ。うわー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 うわあったんですか？だって真実は本人たちにしかわからないじゃないですか。あのセリフをきっかけにこういうことがあったんですか。だって俺の書いた日記はさ、フィクションではありますけど、元ネタがあったじゃないですか。どうしようね、これ51ページあるんでしょ。俺これダメだ、熱ぶり返すからダメだ。ちょっと俺はちょっとここで撤退させていただこう。ちょっとすいません、俺はちょっとまだ13歳でした。すいません、全然いけるわと思ってたけど、ちょっと、あ、そう、ページを戻しておこう。はい、俺がどこまで読んだかバレちゃう。うわー、何ページ目まで読んだかなんて、そんな痕跡は残さない。ちゃんと元あったようにしっかり戻して、雨宮とかに俺が置きに来た後何を読んでたかがバレないようになった。 OK。 あともう一冊ぐらい読んでいきたいな。なんかどうしよう、さっき読んだやつがさ、もうここの図書館の全ての印象になってしまうから、もう一冊ぐらい。スコヤが演劇でいいって言ってたっけ。じゃあスコヤの読んで院長先輩の読んで終わろう。演劇気になる、めっちゃ。演劇どれだ。この本はセリフ読みを練習したいあなたにぴったり。おお、あんなシチュエーションからこんな状況まで様々なセリフをご用意しております。ぜひ声に出して読んでみてくださいね。あ、もうね、元演劇部部長ですよ、任せてください。スコヤ確かね、自分でボイスの台本とかも気合い入れて書くタイプだからね。
指示書きまで入れてくれてるんですね。圧倒的な強者の余裕で。これ俺なの？僕一人称変えた方がいい？僕なの？俺？へえ、俺の言うことが聞けないの悪い子だね。しつけが必要かな。いや、にゃーって言った、にゃーって言った。もうちょっと何これ、どういうこと？え、スクエア全部こういう感じなの？嘘でしょ。ま、にゃー言ったな。本当はいいことじゃないと分かっているのに。声に出して読みたい日本語。ちゃんと言うこと聞けて偉いね。いい子いい子。いい子だから、次もうまくやってくれるよね。にゃ、にゃ、にゃ。なんかもうダメだ、ちょっと口の中ネチャネチャしてきた、やばい。こういう路線？マジ？どうしよう。まだあと12ページあるんですけど。やすこや、やりやがったなあいつ。あー、あー、あれ？先輩、こんなところで何してるんですか？大した役にも立ってないくせに、サボってていいの？ああ、暇人だから怒られないのかな？噛んだ！やり直させて。ペチペチ。なんで、なんで分かってくれないの？僕だって君に優しくしたいのに、お前のせいでこんな暴力なんて振るわされてねえだ。俺はもうこれはこの本を最初のページに戻して帰ろう。いや、院長先輩のやつ読みたかったけど、もう無理だ。俺はもうこんな図書館いられるか、俺は帰らせてもらう。お家に帰る。あんな本を雨宮の図書館に入れるな。怖いよ。あ、雨宮は出揃ってから全部読むんだ。うわー、頑張ってくれ雨宮。泣くんだろうな。全部音読するんだぞ。国語の授業ではな、全部音読をするんだ。頑張ってほしいな。願わくば一番最初に開くのがシスターの本でありますように。仕方ないよね、雨宮自身がね、本を集めたんだからね。